ストヘスクからウォールローゼに戻ったリヴァイは調査のため巨人の襲撃を受けたという町に入っていた。生存者はいたか？一人もいません。みんな食われちゃったんでしょうか？でも死体が一つもないなんておかしいですよ。どこを探しても血の跡すらありませんよ。じゃあ町の連中はさっさと避難したってことか？そうですよ、きっとそうです。そんな情報は入ってねえし、避難した痕跡も見当たらん。ってことはどういう？さあな。兵長、町の周囲から巨人の群れが接近中です。ち、迎撃するぞ。駆逐してやる。統制の取れた奴らの、おそらく獣の巨人が近くにいるだろう。巨人を殲滅し、奴を炙り出す。やってやる。中央で戦えば囲まれて不利。四方の塔を使って戦え。しやがれ。みんな苦戦してやがるのか。押し切れそうだぞ。調査兵団ね、助けてくれたお礼くらいはするわ。塔が崩れそうだ。
食い尽くしてやる。なんでこんなところに巨人がいるんだ。簡単な視察にもなったはずだ。助かったよ。あんたたち調査兵団だろ。俺にも協力させてくれ。やべえ奴が出やがったか。あっちだ。そろそろ出てきても良さそうだ。読みが外れたか。それも今日までだ。クソ毛皮野郎。思った通り、巨人に塔を見合わせたくて、今なら奴を直接叩け。行くぞ。火に弱いんだ。その毛を残らず燃やしてやる。そうじゃねえか。このでけえ害虫が。
食い尽くしてやる。
市まで追い詰めたってのに。